よいしょ。こんにちは、ゴーシーさん、クマありがとうございます。こんにちは、ゴリクマさん、ダルマありがとうございます。こんにちはこんにちは、あマイさん、クマありがとうございます。こんにちは、ヤッホー、イロハン、ヤッホー、こんにちは、アキラサッカーラブさん、クマありがとうございます。ナチュラルさん、ハートありがとうございます。イロハタン、明日行くな、あーありがとう、待ってます、ありがとう。そうですね、明日はよろしくお願いします、よろしくお願いします。署名会ですねつよぽんさん、くまありがとうございます。キンキンさんも、くまありがとうございます。キンキンさん、これなんだろう、なんだろう、色紙、え、書道、ありがとうございます。ツヤポンさん、ハートありがとうございます。アーノンにおめでとう言った、アーノンさんに言ってないんです、まだ会えてなくて、会ったら言います会ったら言います。ツヤポンさん、ハートありがとうございます。赤ちゃんと赤ちゃんのグラブや、赤ちゃん来るんですか、かわいい楽しみです、かわいい、楽しみですね。ツヤポンさん、ハートありがとうございます。シロちゃんさん、クマありがとうございます。ツヤポンさん、ハートありがとうございます。カジュパ、未だに10期生誰とも会えない、え、そうなんですか。じゃあこの配信終わった後にちょっとします、配信カジュパしますね。え、みんな、あの、麻雀かババ抜きだったらどっちの方がしますか、今からだったらどっちの方がしますか。ジャパンさん、ハートいっぱいありがとうございます。こんにちはマイさん、クマかわいい、赤と紫と緑のクマありがとうございます、かわいい。アイスさん、クマありがとうございます。ピロピロヒロシタンさん、ハー、クマありがとうございます。甘口さん、クマありがとうございますこんにちは。そうです、ミリアとサイポンとコノンと同い年です。こんにちは、格闘買った、今格闘中ですえ、でもあのもうちょっとなんですけど、格闘中ですこんにちは、シロちゃんさん、ハートありがとうございます。チョッポンさん、バラありがとうございます。ゆずりざるさん、クマありがとうございますハリーポッターメガネのひげおじさんさん、クマありがとうございます。たーちゃんさん、むくもありがとうございます。カズパンのチロルチョコ食べたかな、食べれてないんですよ今。なんかあのずっと部屋に飾ってて開けれてもないんですよ、袋から。可愛くて開けれないです。開けますね今、宝物です。本当に可愛くて、イロハの、イロハのアイコンが書いてあるんですけど、見てください、わーかわいい。これがね、ちゃんとイロハって書いてるんですよ、めっちゃかわいいです。こっちもかわいくないですか、めっちゃかわいいです。今日はアノンさんの誕生日です。そうなんですよ、アノさんのお誕生日です。ゆ
ズリザルさん、ハートありがとうございます。ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、レインボースターありがとうございます。かわいいですよね。かわいい、チロルチョコです。ミルク味ですね。そうなんですよ、全部いろはちゃん、そうです、全部いろはのやつが書いてます。全部いろはです。でここはカジュアルパーティーって書いてますね。かわいいテオポンさん、かわいいスタンプありがとうございます。何味のチロルチョコなので、ミルク味って書いてますミルク味一個ちょうだい。ちょっと宝物なので。めっちゃ可愛いですよね。甘口さん、ハートありがとうございます。ルームズ配信は今ちょっと戦ってて、今週やりたいなって思ってます。今週、あ、来週か、お話し会じゃない、写メ会が終わった後にやり終わった週、来週にやりたいと思ってますチニナラさん、クマありがとうございます。サイポン全部食べたって言ってたよ。そうなんですか、すごい。全部ですか、15個あります。15個食べたんですか、サイポン、すごいですねイラハも食べます。チュッキーイロハちゃんとこのんと友達しかやってない、あれですか、カジュアルパーティーですか。カジュパーですね。もっとあれですよね、対戦したいですね皆さんと今は最近麻雀にもハマってるんですよ。麻雀が、そうです、麻雀のことを理解してきて、最近麻雀よくやってますひろちゃんさん、ハートありがとうございます。なおさん、ハートありがとうございます。STI さん、ハートありがとうございますサイボンは食べないと腐るからねって言いながらパクパク食べてて、確かにですね、食べないとですね、食べます大切に食べます。こんにちは、なおさん、ハートありがとうございます。ツインカツインカオタンさん、ハートありがとうございます。麻雀会えなかったら長いからババ抜きしかやってないかも。確かに麻雀、そうですね、長い時もありますよね。短い時もあれば長い時もあります。チョコだけにちょこっとずつだね。そうですね、おおちょこっとずつ食べます。大事に大事に食べます。ケムリジーさん、ハートありがとうございます。シロちゃん、ハートありがとうございます新しい何グラム発表されたね。そうですね、何グラムまたしたいですこんにちは麻雀一回もやったことない。麻雀ね、イロハもあんまり半これぐらいあるとしたらこれぐらいしか理解してないんですけど、推し面、今の一押しのキャラ、一押しのカードに設定してる人がめっちゃ教えてくれるんですよ。なのでいろはもいろはに教えてもらいながら頑張ってます青森のあきらさん、くまありがとうございます。なおさん、ハートありがとうございます。こんにちは。じゃあ今日はババ抜きにしようかな今日は配
配信終わった後にババ抜きちょっとだけしたいと思います。ピロピロひろしたんさん、ハートありがとうございます。そうです、本人に教えてもらってます。なんかめっちゃ教えてくれるんですよ。今はポンした方がいいよとか、ポンしない方がいいよとか。こんにちは。ティニノラさん、流れ星ありがとうございます。チャッピーさん、クマありがとうございます。ババ抜き大成したい、したいですね。大成お願いします。明日から寒くなるから体調には気をつけてね。気をつけます。寒いですね。もう風邪ひかないようにしましょう。やった、ババ抜き、ババ抜きします。甘口さん、だるまありがとうございます。こんにちは。あきさん、くまありがとうございます。メンバーに教えてもらいながらやってるみたいになる。そうですね、アドバイスしてくれるので頑張りましょう。エルハちゃんはもらったチョコ食べたの？まだなんですよ。綺麗に置いてるから食べようかな。今食べようかな。記念すべき1個目をお配信してたのでありがとうございます。来てくれてやっほーありがとうございます。コーシーさん、流れ星ありがとうございます。明日の千葉、明け方6度くらいになるみたいだから暖かくしておいてね。ありがとうございます。寒いんですね、明日は。暖かくしていきます、めっちゃ。ヨシさん、クマありがとうございます。スネドラさん、流れ星ありがとうございます。アイバー小太郎さん、だるまありがとうございます。ヨシさん、クマありがとうございます。こんにちは。日曜日なんとか休み取ったので行けそうです。あ、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。ユリイカさん、クマありがとうございます。そうですね、あのカジュアルパーティーのあのアフレコは多分ずっとあのまま使われるんですよね。びっくりしますね。でもあの撮った時はあのああいう喋り方してると思ってなかったです。チョウさん、チョウ215さん、ハートありがとうございます。スネダラさん、クマありがとうございます。日高浩二さん、11ありがとうございます。つよぽんさん、ピンクのペンライトありがとうございます。チョウさん、ハートありがとうございます。シロさん、ハートありがとうございます。そうまこたろうさん、ごめんなさい。そうまこたろうさん、ありがとうございます。ごめんなさい。ちょうさん、ハートありがとうございます。わさび太郎さん、くまありがとうございます。カードも初期のも、大切にですね。あ、そうですよね。確かに。対戦よろしくお願いしますのカードとか、確かに本当ですね。あのカードがずっと使われるんですね。スネドラさん、ハートありがとうございます。こんにちは。ピロピロひろし、こんにちは。ピロピロひろしさん、ハートありがとうございます。アンさん、ハートありがとうございます。
まいさん、音波ありがとうございます。そうです、今日はアーノンさんの誕生日です。なおさん、くまありがとうございます。ありがとうございます。ずっと思ってる、これかわいいです。本当にリハ期間でリサ先輩と仲良くかなり仲良くなれた。リサさんめっちゃ優しくて、いつもお疲れ様ですって言ったら、いつもお疲れ気をつけてねとか言ってくれるんですよ。とか、あのリサさんって話しかけに行ったりもします。優しいです、めっちゃ。よいしょ、あれこれ、あ、にゃんさん、くまありがとうございます。くま、皆さんいっぱいありがとうございます。こんにちはこんにちは、うん、しろちゃん、ハートありがとうございます。あついさん、くまありがとうございます。しろちゃん、ハートありがとうございます。こんにちはちょっと記念すべき1個目のチョコ食べます。今食べたいと思います。どれ食べたらいいと思いますか？記念すべき1個目は、これか、これか、これです。こんにちは、かわいい、ありがとうございます。なおちさん、くま、ありがとうございます。やっぱり真ん中、真ん中ですか？おめでとう、ありがとうございます。顔のやつ、右、右、皆さんから見てみて、あ、これですか？これ、あついさん、くま、ありがとうございます。真ん中、右ね、全部可愛いですよね。あ、書いてあるこれですか？やっぱりこれですかね。3個食べてみる確かに。じゃあ今日の記念すべき1個目は、クマ、クマじゃないこのイロハにしたいと思います。このイロハにしたいと思います。記念すべき1個目、開けます、食べちゃいます。あ、わあ、めっちゃ可愛いです。可愛い、すごいです。めっちゃ見てください。ちゃんと、はじめまして、右上のイロハを食べたいと思います。可愛くないですか？ちゃんとねイロハの、そうですね、もったいないですね、大切に食べますでもこのミルク味のチロルチョコめっちゃ好きなんですよ。めっちゃ嬉しいですね。チロルチョコの中で一番好きな味がミルクなんですよ。だから大事に食べます食べますね、今から。こんにちはじゃあ開けますはじめまして、こんにちは、ありがとうございます。開けますね。開けます、今開けてます開けてます、今。じゃーん、開きました。めっちゃ可愛いですね。真ん中にイロハがいます、可愛い。
開封動画みたい。確かに可愛いです。中身は美味しそう。食レポみたいになって美味しそうですね。ちょっといただきます。うん、うんふん、うんふん、おいしいです。めっちゃミルクチョコですね。うんふん、うんふん、ちょっと待ってください。あといさん、くま、ありがとうございます。よいしょ、ちょっと待ってください。よいしょ、あれ、あ、行き過ぎちゃった。めっちゃ美味しいですこれ、うん、ともちゃんさん、くまありがとうございます。チロルチョコってこんな大きさですか？もうちょっと大きいです。もうちょっとちっちゃいですか？あ、一緒か。これぐらいですかね。大きく感じました。めっちゃ美味しいです。お掃除ください。めっちゃ可愛いですよね、これ。可愛いです。そう、まこたろうさん、くま、ありがとうございます。まいさん、くま、ありがとうございます。つかさん、くま、ありがとうございます。かじっつさん。くま、ありがとうございます。よいしょ。やっほー。これは売ってないと思います。お祝いでくださったんですよ。15億ポイントおめでとうございますでくださったんですよ。そうですね、普通は1個ずつですね。めっちゃ美味しいですこれ。久しぶりに食べました、チロルチョコ。嬉しいですね。やっほー、はじめまして、やっほーやっほー、100キラカンチョありがとうございます。やっほーやっほー、ね、めっちゃ可愛いですよねこれ。大切に食べます。30億ポイントでもモバイルバッテリーやね。あ、30億ポイントでモバイルバッテリー。そうですね、いいですね。お菓子は何が好きなのかな。でもチョコとかも好きだし、あと梅干しの干し梅、梅干しのお菓子とかも好きです。あとはあのおかきも好きです。おまくちさん、くま、ありがとうございます。くま、ありがとうございます。よいしょ。こんにちは。あ、あの昨日ブログとモバメで野球が全然上手に投げれなかったという話をしたんですけど、してあの聞いたんですよ、皆さんにどうやったら上手になれますかとか。そしたら皆さんいっぱい教えてくださって、で今日野球があったんですけど、体育で今日やったら
なんとなんとちょっとクラスで一番野球が強い女の子がいるんですけど、なんとなんともうめちゃ飛ばしました。こうやってバーンってめっちゃね飛ばしました、いっぱいめっちゃ嬉しかったですねしろちゃんハートありがとうございます。ちにのらさんハートありがとうございます。おーそうです、よかったです。もうねめっちゃ嬉しかったですつかさんくまありがとうございます。ともちゃんさんくまありがとうございます。すごいなんかでもそんな本格的な野球はまだやってないんですけど、三角ベースっていうやつやってるんですけど、打ったらうまくいきました。イエーイ。なお嬉しいですね。なおさんくまありがとうございます。ともちゃんさんくま11位のくまありがとうございます。ともちゃんさんくまありがとうございます。そうなんですよ、ともちゃんさんハートありがとうございます。ちょっとねいちいち仕草かわいい、ありがとうございます。もっとねちょっとうまくいきましたね。こんにちは。あでもあの全然そのあのそんな強くないんですけど、あのこっちはあの打つ方はうまくいきました。でもキャッチとかは全然ダメなんですけど、あの打つのはうまくいきましたね。よかったです。体育の先生にも褒められました。おー上手、なんか記念さんめっちゃ打ってたねって言われました。嬉しいですね。ちょっとこっちの取る側も頑張りたいと思います。ぼよよん星人さんくまありがとうございます。しろちゃんさん流れ星ありがとうございます。ちょぽんさんダブルタありがとうございます。しろちゃんさん流れ星ありがとうございますもっとそうなんですよ、投げるのはあでも投げるのはまあまああのはいまあまあうまくいきましたね。コーシーさんレインボースターありがとうございますやばい声がすごいですちょっと待って、よいしょ。あつしさんレインボースターありがとうございます。あつしさんレインボースターありがとうございます。わあつしさんくまタワーありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。つるきちさんハートありがとうございます。しろちゃん流れ星ありがとうございますねえめっちゃかわいいですね、ありがとうございます。ありがとうございます、かわいいですねありがとうございます。チョコ食べます。ちょっと待って、あいや、うんおいしいですね夕飯かわいい、ありがとうございます。好きなお菓子はチョコとか、うん、チョコとかおかきとかですねあと
最近あのなんだっけ、あお菓子じゃないんですけど、海苔がめっちゃ好きなんですよ。あの味付け海苔がめっちゃ好きで美味しいです。ずっと海苔食べてます。めっちゃ美味しいんですよ海苔って。ぎゅうぎゅう山積み熊津タワー、そうなんですね、ぎゅうぎゅう山積み熊津タワー、ありがとうございます。はじめまして、しろちゃんハートありがとうございます。ピロピロひろしさん、黄色のだるまありがとうございます。味付けのり美味しいの分かる、分かりますか、めっちゃ美味しいですよね本当に。無限のりっていうおせんべいがあるんですか、うわ食べたいですね。無限のり緑の袋ですね、ちょっと探してみます。韓国のりも美味しいですよね、美味しいですね。わーもうなんかのりのお話してたのり食べたくなってきました。こんにちは。やっほーやっほーこんにちは。こんにちは。よいしょ。ありがとうございます。辛いものはなんだろう、でもあのキムチとかはなんか物によるんですけど、あんまりあの辛すぎないキムチあるじゃないですか、あの辛すぎないキムチとかめっちゃ好きですね。あとはでもあんまり得意ではないんです、でも辛すぎないのだったら好きです。ホットケーキも美味しそうですね、ありがとうございます。ホットケーキもありがとうございます。チニナラさんハートありがとうございます。いろはちゃんが悪気やったら悪い色かな、やりたいですね悪気、いつかやりたいです。かずきさんかずきさんくまありがとうございます。ジョニーさんくまありがとうございます。今日も明日もかわいいありがとうございます。リオリオさんハートありがとうございます。ワルハンワルハンなんか10期生で話してました。アイシャンだったらワルシャンとかかなって話してました。やりたいですね、めっちゃ可愛かったですよね、さらば純情公演でレイポーさんがワルキーをしてらっしゃるんですけど、めっちゃ可愛いです、可愛いです。甘口さんくまありがとうございます。ちりのらさん流れ星ありがとうございます。確かにワルハンまであんまり被らなさそうですね。被らなさそう。はじめましてありがとうございます。よいしょ。つよぽんさんだるまありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ6時に壇上を読みしたいと思います。ありがとうございます、来てくださってたくさんありがとうございます。明日はよろしくお願いします、明後日もよろしくお願いします。
楽しみですね、今から。なおさん、くまありがとうございます。ちにならさん、ハートありがとうございます。いろはちゃん、もうテスト始まってるのかな。テストはまだですね。期末テストがまだあります。まだです。もうちょっとでありますね。明日会えるの楽しみすぎるからちゃんと早寝する。いろはも明日会えるの楽しみすぎるから早寝します。早寝早起きします。体調に気をつけてください。ありがとうございます。皆さんも絶対、あ、絶対じゃない、皆さんも体調を崩さないように気をつけてください。こんにちは。そうです、確かに若ぽんさんが歩きするときはどうなるんでしょうね。もう可愛いですね、絶対可愛いですね。こんにちは。写メ会のおすすめポーズですか。なんだろう、難しい。おすすめポーズですか。なんだろう、あ、でもあれですよね、でもナンバ式って全然どんな感じかわからないですよね。どんな感じになるんでしょう。横なんですかね。楽しみですね。おすすめポーズは、じゃあ猫、クマ、ハート、ハート、どれか気に入ったやつで。ハートさん、ハートありがとうございます。つよぽんさん、くまありがとうございます。みーちゃん、今日音楽のテストでやばいって昨日配信でずっと言ってたよ。今日音楽のテストなんですか。ちょっとまた連絡します。しろちゃん、ハートありがとうございます。お花もいいですね、丹波のお花屋さんで、ね、いいですね。ともちゃん、ハートありがとうございます。そうですね、固定ヘアどんな感じなんでしょう。ワクワクですね。日高浩二さん、11ありがとうございます。こんにちは。頑張らぬはいい、でもね、頑張らぬはいいですね。頑張らぬはいいポーズ、あ、通天閣ポーズとかいいですね。もいいですね。これも頑張らせばいいですね。やっほー、こんにちは。そうですね、固定ヘアが楽しみですね。ワク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 ですね。こんにちは、こんにちは。わ、6時になったので、それじゃあ壇上読みしたいと思います。よいしょ。13位、甘口さん、ありがとうございます。12位、しろちゃんさん、ありがとうございます。11位、ちにのらさん、ありがとうございます。10位、なおさん、ありがとうございます。9位、ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ありがとうございます。8位、ゴーシーさん、ありがとうございます。7位、チャッピーさん、ありがとうございます。6位、つかさん、ありがとうございます。5位、たーちゃんさん、ありがとうございます。4位、つよぽんさん、ありがとうございます。3位、キンキンさん、ありがとうございます。声が。2位、まえさん、ありがとうございます。最後に1位、あつしさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございました。またありがとうございます。明日と明後日よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。ババ抜きもよろしくお願いします。じゃあ今からババ抜きで会いましょう。またね。